中島明氏、中島明氏、中島照氏、1962年7月27日体は、佐賀県神崎郡三田川町、現、吉野狩町出身の元プロ野球選手、外野手、内野手、プロ野球コーチ、プロ野球監督。佐賀省の当主だった父の影響で、3歳から野球ボールで遊んでいた。三田川中学では、県大会で準優勝し、2、 柳川商業高校、在学時に柳川高校に名称変更に入学。野球部の同期に高木義彦、元チェッカーズがおり、後々まで交流が続いている。当主を務めて1年秋の神宮大会を制し、全国的に知られるようになった。連日200球の投げ込みで、請求力が向上し、2年秋の県大会及び、 九州大会では九試合に登板して五失点のみ、五完封、百奪三振、ノーヒットノーラン2回という好投を見せて、翌年春の選抜会出場に貢献した。本大会では二回戦で甘崎北に敗れたが、長身からネッシーをもじって、ペルシーと呼ばれ、人気を博した。同年のドラフト会2枚には八球団が上位での、指名を検討したが、前年に、 父が亡くなっていたことから安定した社会人野球へ進むことを母が願いプリンスホテルに入社した。2、右検査関節下の血行障害を発症し4ヶ月の療養の末に投手を断念してから野手に転校した。指名打者制の社会人では全く打撃練習をしていなかったが毎日1000回はバットを振りの春頃からバッティングに手応えを感じるようになった。 アジア選手権兼ソウル五輪予選では日本代表の4番を務め打率714、4本類が14打点の成績で大会三冠王となりチームも同五輪への出場権を獲得した。また同年のアイブフインターコンチネンタルカップでも6本類打を放っている。この活躍を評価され翌年のソウル五輪代表入りのため プロ入りし内容監督の石山健一から要請され、これを受諾している。この要請の背景には、日本野球連盟会長の山本栄一郎と、プリンスホテルオーナーの堤義明の意向もあったという。同年は、初の社会人ベストナインを一流医として受賞した。は、同僚の石井武弘や小川博文と共に、逸話代表に選出され、筒井大輔らと共に、 野手陣のまとめ役となった。準決勝の対韓国戦では、7回裏に登板した、エースの、から同点ホームランを放ている。同五輪では5試合すべてに4番、一塁手として、スタメンで出場し、いずれもチームトップの10安打、打率、436、1本塁打、6打点の成績で、銀メダル獲得に貢献した。同年も社会人ベストナインに選ばれている。また、 11月12日には3年間交際した女性と高縄プリンスホテルで結婚式を挙げた。同年秋のドラフト会議で日本ハムファイターズと福岡大英ホークスから1位指名を受け、抽選により日本ハムが交渉権を獲得した。ドラフト前は在京のセリーグ球団を希望していたが原辰則や清原和弘に並ぶ当時の NPB 最高額となる契約金8。 霊園を提示され、年俸840万円、いずれも推定で入団契約を結んでる。は、金属バットから木製バットへの変化に悩み、近藤貞夫からは、右足を軸に力を貯める打撃ができていないと言われたが、オープン戦では最優秀新人に選ばれた。4月8日の開幕戦には7番、右翼手として先発出場し、 4打数に安打3打点で迎えた9回裏に、プロ野球史上2人目となる、新人選手開幕戦サヨナラ本塁打を山内隆則から放っている。6月中旬から、やや成績が下降し、7月2日の大西部戦で、石井武弘から左手に支給を受けて、甲を骨折し、全治3週間の怪我を負った。この怪我により、ジュニアオールスターゲームへの出場を辞退している。 8月終盤に一軍に復帰し、同年は打率、233、9本類打の成績を残して、年俸1、0円、推定で契約を公開した。和三類種にコンバートされ、オープン戦では前年までレギュラーだった、小屋秀夫に代わり、積極的に起用され、打率、341の好成績を残した。開幕戦も三類種として、 スタメンで出場したが、シーズン後半は、右翼手としての起用が増えた。7月1日の対オリックス戦では三塁ライナーが顔面を直撃し、左眉毛の下を10針縫う怪我を負っている。は、初のオールスターゲームに出場し、第2戦で代打として、安打を放っている。同年は初めて規定打席に到達し、打率、290、13本塁打。 打点66の成績を残し、1、520万円増の年俸3、200万円、推定で契約を公開した。1990年から1992年の3年連続で、チームが負けて、西部のリーグ優勝を目の前で見ている。は、打撃成績が前年を下回ったものの、オフの契約公開では400万円増の年俸3、600万円、推定となっている。 2、上田理事が監督に就任すると、チームの若返りが進められ、同年は、自己最小の33試合出場、本塁打も、プロ入り以来発の例本に終わる。オフに、球団からウェーバー工事され、新監督の佐々木京介から長打力を評価されて、近鉄バファローズへ移籍。Y1 軍では、以前のような長打力を発揮できなかったが、主力打者として2軍のウエスタンリーグ優勝に、 貢献している。翌に移籍してきた、安倍治虫や吉岡雄二の活躍もあり、同年との2年間は1軍出場はなく、この年で現役を引退。は、近鉄の2軍打撃コーチを務めた。から近鉄のスカウトに転身し、に日本ハムに、九州地区担当スカウトとして復帰。スカウト時代は、技術面だけでなく、性格や環境を重視するようになり、 それぞれの選手にあった指導をすることの難しさに気がついたという。2、日本ハムの一軍打撃コーチに就任したが、チーム打率、得点、安打、本塁打が、リーグ再開に低迷。ワニ軍打撃コーチを務め同年退団。2は、台湾の統一セブンイレブンライオンズのコーチを務め、途中から、ヤオチョ事件に関わり辞任したに代わり、監督に就任した。同年は、 鎌田雅樹を辛抱強く起用し、最多価値を獲得する活躍を支えた。より統一セブンイレブンライオンズの監督を務めて、北が2013年8月4日、成績不振によりに軍監督へと降格になった。西国アイランドリーグプラス、徳島インディーゴソックスの野手総合圏打撃コーチに就任。同年オフ、横浜 DNA ベースターズコーチに転身した、 島田直也の公認として、2015年シーズンにより、同チームの監督に就任した。前期は3位、後期は2位に終わり、チームとしての年間総合優勝3連覇の目標は、達成できなかった。前期終了後に、リーグが編成した北米遠征選抜チーム、四国アイランドリーグプラサルストアーズ、カナディアン・アメリカンリーグと対戦の監督も務めた。前期は2位。 後期は、勝率5割ながら4位。最下位だったが、年間勝率2位となったことで、前後期を連覇した、愛媛マンダリンパイレーツとの年間チャンピオンシップに、出場した。チャンピオンシップは0勝2敗で敗退。また、前年に続いて、北米遠征選抜チームの監督を務めた。12月5日に、徳島監督退任と、韓国プロ野球、 ハンファイーグルスの打撃コーチ就任が発表れた。一軍を担当したが2017年10月に退任した。長打力と強権には定評があり、プロ入り時点で遠投は112メートルだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。